じゃあみんな、ドリアンさんにおめでとうって言って。みんな、おめでとう。リアさん、ハロー。さあ、持て。ちなみに。持て、重いよ。何か経験ありますか？このまま大丈夫。おめでとうございます。おめでとうございます。俺の友達、ちょっと待って、おめでとうございます。奥さんの日本語上手ですね。じゃあ大丈夫。先生忙しいですね。ああ、大丈夫。So here I met with Japan, James. Sorry, James. So, hello, James. Hello. So, can you tell me about Japanese people, Japanese life? Japanese life. Compared to Europe, it's very interesting. I mean, I lived in Japan for 2 years. I studied Japanese during those 2 years, and it was a great experience. Of course, I stayed with a homestay family, so living with a Japanese family is much more great. It's much more interesting. Amazing. So, what's your future plan? Do you want to live in Japan or return to your... Yes, actually, yes. I'm going to start in Sammongakko. And after I graduate here, after 2 years, yes, I can maybe look for a job and I can work in Japan and live in Japan. And please follow me deep today. So I'll introduce you my India, my country, where I was born. As we start, we always say namaste to everybody. Namaste. Just like konnichiwa. So, namaste. Next is our national bird, the world's most beautiful bird ever seen, the peacock. Alexander the Great became popular. Then after some more years, the golden beard came, where Chaurya, Maurya and Gupta dynasty were there. 3ヶ月です。これも私です。全然違うと思いますけど。はい、靴道から来ました。日本とインドの距離は6000キロだと思います。うん、私はインドの北の方に来ています。パンジャブっていうところなんです。私はインドで2年間日本語を教えました。そしてこれは私の学生たちです。私が愛するクラスメイト、みんな優しくていろいろ教えてくれますし、なんか難しいことがあったら、なんか問題があったら、ぜひ助けてもらっています。私はイベントが大好きなんです。なんか岡山のイベントとか、運動より派手に先生と一緒に来ました。イベントが好きなんだから、私は明日
神戸に行きます。神戸県道一番楽しいことは岡山のアッパーベルジュという会社でインターンシップをやったことなんです。みんな可愛いでしょ。はい。じゃあ皆さんバラッと聞いたことありますか。最近インドについてこの言葉がめちゃ流行っていたと思いますけど、はい、そして他にも7つの川があって、7つはヒンディ語でサプサプって言います。だからこの地域の名前はサプタシンドゥ、この地域に住んでいる人たちの名前はバラティアになります。と地域の名前はシンドゥで、住んでいる人たちの名前はバラティアですね。サーファーシス生のサーは発音できなくて、サーの代わりにハーを使い始めました。だからサプタシンドゥはハプタヒンドゥになりました。ハプタヒンドゥのなんか短くするとヒンドゥになります。最終的に言うとシンドゥはヒンドゥになって、ヒンドゥは同士になって、インド人はインドになりました。はい、皆さんここで質問です。じゃあインドとバラとの違いは何でしょうか。分かりますか。はい、ご清聴ありがとうございました。皆さん何のことだろうと、ね、思われてたかと思いますが、ちょっと今日スッキリされたかと思います。はい、ビシャルさんありがとうございます。あ、すみません。上手だったね、話。いえいえいえ聞きましたか、全部。ま、前の姿はここ一緒で頭。そうですね。ありがとうございます。よろしくね。はい、ありがとうございます。すみさん作っているね。みんな。とりあえず。ありがとうございました。バイバイ。すみません、はい、今時キャメラをオフだったんです。あ、そうなんですね。もう一回撮ります。じゃあ、もう一回続きますけど、今日の感想はどうだったんですか。はい、今日来てすごいいろんなご飯たくさん食べれて嬉しかったです。美味しかったです。ね、さくちゃんもね、前言った言葉は何でしたか。スワディッシュ。スワディッシュでした。スワディッシュって言いましたね。無料の言葉です。美味しい。美味しい。今日ここに来てくれてありがとうございました。はい、さくちゃん美味しかったね。パクパク食べたね。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。今日の感想はどうですか。はい、どんな感じでしたか。今日初めて来たんですけど、お料理、インド料理とか食べたことのないお料理がすごく美味しくて、そしてプレゼンテーション、はい、あ、素晴らしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんどうだった。今日どうだった。まあ大変だったです。大変、はい、でも楽しかったですね。そうだ。はい、はい、行きましょう。先生、はい、今競争ですか。そうですよ。競争もします。ダンスもします。マニプニ。マニプニ。マニプニね。どんな味でしたか先生。はい、爽やか、爽やかな味だったよ。うん、オッケー、はい、オッケー、はい、は
ありがとうございます。先生忙しいですね。アイス、オッケー、アメリカアイス。答え見てみましょう。答えはそうですね、アイス。ライスはアイス。はい、続けましょう。アイス次は、パンは三でも長い点がついたパンは何？あ、宇宙さんの高さ。日本語で3776。
何してる？ゲーム。ゲームしてます。インドの友達に会わせよ。会わせよ。感じでしたか。楽しかったですか。なんか言いたいことがありますか。言いたい。はい。これテレビに出る。出ますよ。ダンス。YouTube。YouTube になるよ。やった YouTube。俺全国。全国。チャンネル登録。チャンネル登録。このきびだんご、岡山県民そんな食べんやで。簡単に説明するとなんか、はい、昔のね、うん、桃太郎が鬼倒したっていうやつあるじゃないですか。はい、あれそれすごい。鬼で動いた磁石。あ違う、岡山県の王の裏じゃなくて。そう。裏ないけど。裏、うん、ない。裏。っていう鬼なんですけど、車のロッカーが倒して、ね、きびだんご食ったら、モンタロウにグッドモンスターっていうことやから、うん、あんま食べないです。そうですか。でも僕は一番好きですよ。まああんま関係ねえけどな。関係ないですね。これもらった人。よかったですね。サブスライブ&早くチャンネル登録しろ。登録しろと。ありがとうございます。チャンネル登録しろ。サブスライブせんかったら自己切り落ちるぞ。スンちゃん。はい、今日は本当に皆さんありがとうございました。ありがとうございます。はい、はいはい、リーダーの川島先生本当にありがとうございました。はい、それから、リーダー補佐の津田先生、山本先生も本当にありがとうございました。いえいえ、それから学生の、中心人物、エイカンさん、ないですね。それから、はい、アンさんもありがとうございました。アンさんもありがとうございました。ありがとうございました。はい。みんな楽しかったですか？はい、初めての学生会です。ありがとうございます。学生のリーダー、エンカンさん、ありがとうございました。はい、いいですね。こちらも今日とても勉強になりました。1日に50本から100本抜けるそうですね。はい、最後にリシャルさん本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、インドの勉強もさせてもらいました。インドに行きたい。みんなの国に行きたい。はい、先生、はい、もう今日最後。あー、すごいですね。最高。ありがとうございました。は
はい。はい、すみません。そう、家だまだ、しかでん。あれ、大きいアップコップさんだよ、が。ボーダーエフォッツだけ、ボーダーエフォッツ。メニーエフォッツ。皆さん、ありがとうございますね。今日、楽しかったです。楽しかったです。なんか、いろいろ料理も食べたよ、マヤンマーの、なんか。この、ココナッツ。ココナッツジェリー食べたよ。美味しかったです。ホーさん、疲れた？疲れたよ。みんな疲れたね。でも、お疲れ様でーす。ホーさんにも時給お願いします。そうよ、お金。お金あげるよ。おがれ、あげる。そうなんよ。ホーさんとはもう、あの、インドネシアチームで助けたり。うん。はい、先生、じゃあ今日の一言お願いします。今日は一日楽しかったし、とても勉強になりました。午前中はリシャルさんがプレゼンテーションをしてくれて、インドの紹介をしてくれました。で、どうしてインドっていうふうに言うようになったかとか、ヒンドゥーっていう言葉ができたかっていう説明をね、リシャルさんの方からしてもらって、ね、うん、私もインドのね、勉強になりました。そうですね、はい、インドとバラタの違いについてちょっと話しました。